吉田さん、ビジネスで稼ぐためそして人間として生きる上で最も大事なのは私は信頼じゃないかなと思ってるんですよねいくらお金が稼げていてもその稼いでる実際にね信頼がなかったらまあ稼いでない扱いされちゃうんですよ、うん、で稼げてないのに稼げてるふりするとやっぱボロも出ますしねで、本当に 自分も稼げてるしちゃんとサポートもしている逃げない自分でいるでメッセージ入れたらすぐに返信が来る、まあ、こうやってコツコツと信頼を積み重ねることによってあの極端な話ですけどもあの例えばね私がなんか教材売りましたでその教材買ってうまくいきませんでしたでも信頼があればあまだまだ頑張れてないんだなともっと なんかか売り上げ取るためにどうすればいいのかもう一回久保さんに聞いてみようっていうふうになると思うんですけども私に信頼がなかったらそもそも商品売れないと思いますし何とか売ったとしてもその商品でうまくいかなくなったのは全部販売者のせいになると思うんですよまあですんで私はねあのそりゃ10人に教材売ればうまくいかない人も出ると思うんですよでうまくいく人はもういいとうまくいく人はいいからどっかにうまくいってない人はいないからとかね どっかかに私の教材でいいいいいまいち目が出てなな人はいないかこれをねずっとねこだわっていきたいと思います。吉田さんも同じだと思いますけどもうまくいってない人はもっともっと連絡してくれと。いや実際ねあのうまくいってないんだとなかなかやる時間がないんだやってもうまく理解できてないしなかなかレスポンスいただけないんだとお問い合わせが来ないんだと注文が入らないんだって本当にねそういうふうなお問い合わせが来た人にはとことんね向き合って私1年かかりでも2年かかりでもやってで私もそのライブ放送することによってね この人はこんなすごい人なんですよってティーアップして集客とか売り上げにつなげていきますよね。そのぐらいのことは何度でも何度でもこっちはやるつもりなんですけども、お願いしますって来る人がね、そんなにたくさんいないんですよね。え他の人にお願いして売り上げ取れてんだったらいいんですけども、多分私にこうしてくれ、ああしてくれって言わないってことは誰に対しても言ってないのかなーと思っちゃうんですよ。でね、まあ私の FX の教材、昨年秋に売りまして、 基礎講座をそして年が明けてから中級講座を売りました中級講座と基礎講座を売って合計で150名ぐらいの方がね両方合わせてご購入いただいたって形になります基礎講座100人ぐらいの方中級編が50人ぐらいの方で50人ぐらいの方が中級編をやって半年がか,かりのコースで大体お盆までやったんですよねみっちりとでそこからあ復習を始めたりとかね咀嚼を始めて、えー、と昨年の秋とかね 10月とか11月ぐらいから効果が出始めて12月は本当に月トータルでなんか10万円前後勝てたみたいなのが結構出てきてねで年が明けて私の相場解説がすっごくわかりやすくてですね久保さんが多分ここでエントリーするんだろうなと思ったらはい私はここでエントリーしますからねって後でこうね言ってくれるんでうわすごいって自分でも予測ができるようになったみたいなねこんな生々しい声がいっぱい届いて実際 1>, あのー、1月がもうそろそろ終わりますけどもこの1月ねとんでもないぐらい、あのー、利益が取りやすすい1ヶ月だったんですよ私の相場解説私の FX の攻略スキルでまさにもう私自身も儲かっちゃったし相場解説を見ていただいた方も儲かってねで「基礎講座今でも販売してますか?」ってお問い合わせもあったりとか基礎講座を受講された方が改めてね 中級編に今だけでも入れますかみたいなんで。全然入れますよ。と、うん、デジタル商品なんで、別に遅れても,も、ね、ステップメールでお送りしてますんで、メールね、お支払いいただいたらメールに登録するだけなんで。で、肝心なのは、あの、私にお問い合わせをすることなんですよ。教材だけで全部がパーフェクト、コンプリートしませんから。教材をやりながら、 ここはどうかなこれでいいかなこういう理解で合ってますかっていうのを細かく細かく答えやすいいただいたら私の返信速度でね。しかも動画で返信するわけですから。最も学びやすいと思いますよ。この繰り返しが私はね、あのー、熟成さんへの信頼を作ってるのと、あと熟成さんが自分の塾をするときでも私と同じようにやってくれるはずなんですよ。ね。そのぐらい大切に大切にしてもらったと思えば、大切に大切に、 していこうお客さんを大切にしよう視聴者さんを大切にしようビジネスを大切にお金を大切に家族を大切に人生を大切にっていうふうになってくるてと思うんですねおかげさまで顧客のために命をかける精神は今でもこうやってね息づいてるのかなと思いますまあね以前みたいに24時間誰の個別面談でも受けますよっていうのははっきり言ってもうやってませんけども家族が今第一なんでねでもやっぱりね誰かを幸せにするために ビジネスを。始めるはずなんですよね。その気持ちは私痛いほどわかるんで。そこに信頼という橋をかけてね。あの二人三脚でやっていきたいと思いますね。もう何百人になろうとも、私は。マンツーマン、二人三脚でやりますね。で、中村さん。な、インスタでやってるんですか。中村さん、え、ね、なんか連絡がつかないって言って、私のところに結構ね、クレームっていう、ね。どうなってるんだ。 っていうふうに来たりとかねあのど,どうしてるんでしょうね中村さんね私がメッセージを送ってもあんまり返ってこないんで <laughs> どっか行っちゃったのかなと思ったんですけどインスタやってるんですかはいわかりましたありがとうございましたそれではいってらっしゃい